哲也くん、20年後の自分。うわ、え、15歳15かな、中3だから。いや、15の20年後俺の10年後35歳どうしよう。いや、むずっ。あ、違う、30。35、35。これ簡単じゃないですか。でも将来に夢書くだけでしょ。待って、ちなみに哲也くんってこの当時ツって呼ばれてました？俺は小学校にツっていうあだ名ができて、はい、だから小学校と同じやつからはツって呼ばれてた。ああ、僕本当にこのね文集一生懸命探したんですけど、哲也って名前がなくって、消去法でもうこのツっていう人が哲也としか考えられないと思って問題作りました。すごいよ、ツみたいな。親伊豆っていうのを先生が小柳津って呼んでなんとか津って呼ばれ始めて、略されて津になったの。なんか昔なんかあったよね、高校大学だっけ、大学でさ、哲也が自分の帽子作った時あったじゃんか。あ、俺があの親伊豆っていうなんかさ、うん、岡崎みたいな感じでさ、哲也が自分のさ帽子かぶってたじゃん。あったね。で、教授にさ、小柳津さんって言われて、俺は、その当時帽子の OAO キャップって寝て、うん、教授に、小柳津さんって言われて、俺は静かに OAO キャップを脱いだ。文章をなんか、ブログとかに書いてて、ツイートした気もすんだもんな。OAO キャップ。俺が OAO キャップ。俺が OAO キャップだったんですけど、ゴッドオブトラックアンドフィールドでしょ。帽子を言うけど腹立ったもんな、ついに形になってきたってツイートとか腹立ったもん。デザイナーとやりとりしない自分一人のグッズ作れたあんまりないからな、ね、あの頃からグッズ作れたでも問題なきゃ哲也くんの20年後の自分です。これ簡単ですよ、簡単これね、当てちゃうよ。中学だもんな、一番記憶ねえな。これ簡単ですよ。いやマジ、いくつの野郎やってくれたの。小学校でめっちゃ思い出そうとしてたね。あ、中学校ちょうどね、なんかちょっとだけ大人になっちゃってるからね。そう、面白くないよな、中学校。中学校はなんかもうピーピーでも中学、小学校は純粋な面白さがありますけど、中学校ってちょっと狙ってるはずじゃないですか、面白いならね。狙いが見れるかどうかですよね。もう中3の文集開いた時に急に自我を学んでたもんな。どういうやつだったの、中学は。文集書く頃はおちゃらけてたな。文集学校はマジでクソガキだったと思うな。え、陰キャで終わるの？陰キャは2年の前半まで。ああ。え、なんで、高1で、でも陰キャだったでしょ、高1。高1は陰キャじゃないと思う。あ、違うんだ、多分。分からん。ちなみに、哲也くんの作文の方なんですけど、まあ、駅伝についての思いをすごい綴ってまして、こんな文章がありました。はい。え、それ問題関係ないですよ、今。関係ないですよ。駅伝とは、タイムの足し算では決まらない。肩にタスキをかけ、願いをかけ、コースをかけ、そして勝負をかける。駅伝はまさに掛け算なのだ。助けてー。え、これ自分の名言。助けてー。哲也くん、そう、かけるって言葉をね、何回も使ってね、そう、掛け算なのであるっつって。自分の言葉ですか、これ。これは自分です。おお。何も見てないですね。詩人だね。うぜー、これ。うぜぇ。うぜぇ。はい。来ましたか？はい。じゃあ、としみさんからお願いします。はい、これも安直です。はい。え、哲也さん、そんなんで大丈夫なんですかって答えがあります。はい。社長。ああ。はい、同じです。パッとひらめいて、社長に。なるほど。はい。木村さんは？僕は圧倒的エンターテイナー。ああ、その気持ちがありますかね。はい。ちょっとデコログ始めてないからね、哲也。もう関係ねえだろ。デコログきっかけでこれ始めてねえよ。デコルガスイズの味わいじゃないの？違うんだ。じゃあ、哲也さん、答えの方お願いします。え、社長は高2からなんで、高2高3からなんで。うわー、だから中学校は多分小学校から夢が更新されてなかったはずだから、惰性で博士。惰性の？惰性の小学校、小5で博士の夢ができたんで一瞬。中3ってもう博士になるんだよ、俺気づくよ。もうお世話になって。いや、惰性で博士じゃないかなと思うんだよな。全然違います。おい、頼むよ。マジかよ。自分で中3俺何考えたんだろう。哲也くん、ボケてないんですか？え、わかんない、全く覚えてない。ボケまくりましょ、して一つも覚えてない。答え、はい、プロベースボールプレイヤーです。え、どうした、どういうこと、どうした。え、わかんない、ボケだったの、それ野球選手間違えだろっていう。いや、哲也がたまにやるやつじゃん、全然関係ない。だってプロ野球選手でもないですかね。プロベースボールプレイヤーって書いてあります。
なんどういうボケこれ、わかんないわかんないわかんない、滑ってる、これも賭けだ、真剣かもしれないし、ね、いやでも絶対になりたくなりたいかったわけないから、ボケだわ、ボケか。あれだ、だって俺今パワサカのあの一文字の一言みたいなコメント欄のとこ目指せ甲子園って書いてあるから、多分そういうボケだわ。ああ。めちゃくちゃ陸上やってるやつっていうイメージなのにプロ野球選手目指してるよっていうボケだ、これは今もその部分残っちゃってんだから、うん、そういうことだ、面白いな。いや、そうですよね、新聞に面白くないし、ボケてるけど面白くないですよね。当時のその瞬間だけは面白いかもしれないですけど、大人になってからね、めちゃくちゃ陸上部だよっていうその印象ありきのボケだね、うん。大人になってから見返してみたら、へえ、こいつ野球好きやったんだと思われる時ですからね。そう、ちょっと自なんか賞味期限になるボケだね、うん、目指せ甲子園っていうホームページなかった？あったあった、俺らの大の陸上部のホームページは目指せ甲子園っていう。同じだな、同じボケしてるわ、同じだ。なるほどね、ウエストロープレイヤー俺だよ書いたの。そっか、夢がまるでないからボケたんだ一旦、うん、はい、というわけで、まだこれも全員不正解でございます。あー、むずっ、夢がなかったわ、思いつかなかった、うん、むずっ。で、夢丸さん、はい、でいきたいと思います。夢丸さんが小学校頑張ったこと、何でしたか？言っていいんですか、これは、うん、多分陸上じゃないですか。そうなんですよ、夢丸さん、小学校で頑張ったことは陸上だと作文に書いておりまして、うん、まあ、5年生では生産大会にも出場したと。生産大会というのは西三河大会なんですね。しかし6年生の最初は練習に出られなかったそうなんです。まあこういう書き方しますよね、作文で。でもこんなことがあって、でも最後は良くなりましたみたいなことを書きますよね。さあ夢丸さん、なぜ練習に出られなかったでしょうか？俺なんだっけこれ、覚えてないぞ。夢丸が覚えてないってことは怪我とかそういうのじゃないのか、あんまりでかくない出来事ってことか。覚えてない、マジで。でも怪我したのか、でも怪我も覚えないしな。だから肉離れとか骨折ってめっちゃ覚えるじゃん、小学校の時って。まあね、自慢できますからね。当てるそうだ。当てるぞ。練習できなかったんだよね。いや、俺は練習できなかった。ほう。で、それを乗り越えて、もう頑張ったから思い出残ってますみたいなこと書いてありますね。取ってもないでしょ、取ってもアフロでもないよ。アフロでもないし、ペタロ。小6でしょ、なんだろうな。まあでも文集なんでちょっといいこと書こうとするじゃないですか。うん。だからそういう意味で、まあ気持ち的な問題だったら嘘もつけちゃいますからね。夢丸さん覚えてないんですか？全然覚えてない。覚えてない理由がちょっと一つありまして、この卒業文集。ほう。その小6の時の担任の先生が、最初多分僕全く違うことが陸上のことじゃないこと書いてあるから、うん、なんかあなたは陸上のこと書きなさいって言って一から書き直した覚えがある。うんうんうん、でめっちゃ嫌だった、だ苦痛だった覚えがある、書くのにね。いやいや書いたんですよ。だからあんま覚えてない。書き殴ってんな。起承転結を無理やり作ったわ、うん、こじつけではあるのこれ食べる。でも言うても面白い人間ですからね。でも普通のこと言ってんじゃない。ではできましたか？はい、よし。では柴湯さんからお出しください。シンプル、はい、下痢。下痢？いや、下痢、いや、結構な病だよ、下痢だったら。いや、長いね、下痢は、だったらね。哲也君。はい、ボケ出ると信じて、ドクターに止められ、スランプになり、あられもない姿に。ドクタースランプあられちゃった。お前、言えたろ、あるやん。小学校の時は、ね、ドクタースランプ好きですよね。いや、もう鳥山明が好きすぎだろ、お前。今でもこんなこと言えねえよ。としみつさん、はい、もうさっきね、ゲーム書いてたんで、うん、なんとかあったけど、頑張ったな、ゲームを買ってもらうと約束してくれたから頑張ることができました。いや、だから頑張れなかった理由は何ですか？ですよ。頑張らなかった。こいつさ、そういうボケだもんね。そういうボケでしょ。やっぱ今日も高校だ。今日もあったんだ、さ。聞けよ。この問題なんてこっち答えるんだよ。さあ、岩村さん、答えをお願いします。はい、僕、確か小6の時ぐらいに初恋をしたわけです。ほう。なんで、好きな子に夢中。これだったんですか？マジで。でも俺も覚えてないから、ある記憶で言ってるだけだからね、これ多分絶対違う。なるほど。はい、では答え発表します。はい、ちょっとその文章読みますね。はい。それで5年の大会が全て終わって6年の練習に入りました。6年の最初に扁平足で足が痛くなって練習に行けなくなってしまいました。あーなったな。扁平足。扁平足
変則がありましたわ。変変則でさ、頑張るよ、ね、あのね、変変則で痛くなっちゃって多分練習に行かなかったんだよね、その時。まあ、覚えてない。致命的だもん。扁平足ってでも病気じゃないじゃん、別に。では急にちょっと今扁平足なんだよねとかじゃないじゃん、ずっとやん。別に5年の時はできとったわけやん。かわいいな。今でも扁平足防衛するもんね。扁平足なんだ。扁平足ああ、違うよ。ああ、土踏まずがないってことでしょ。うん、徹夜なしのかね。俺地獄扁平足だから、土踏みだから。出すぎてガラス走れそうだもんね。もうというわけで残念でございます。いや、わかんなかったな。怪我でもなんでもないんだ。そう、なんだから僕なんでこれで休めたんだろうってすごい不思議に思いましたね。多分陸上嫌いなんだよ。書かされてるしね。陸上も先ほども嫌いな人だ。そうそうそう、本当に違う。